團十郎さんは午後1時過ぎ、長男の八代目市川新之助さんとともに市川宗家ゆかりの成田山満腹院を訪れ、公演の成功を祈願しました。その後、御園座に移動し、待ち構えたファンの前で公演の意気込みを語りました。名古屋に育てていただいたんじゃないのかなと本当に思っているところがございます。團十郎の襲名披露興行を滞りなくやりたいと思っております。襲名披露公演となる2月御園座大歌舞伎は来月1日から17日まで行われます。